じゃあ引いちゃうよ。言いますよ。なんて書いてある？お、あ、パズルだ。え？パズルだ。これなんかヒントを最初に見ておかないと分かんない系のやつだ。か、もしくは引けばいいの、これ。わかんない。わかりません？わ かりません？さすがやな。ああ、もちろん全然どの線がどうかもわわかんない。いや、かんない俺も本当に正直わかんないですよ。引けません？鍵盤もどれがどうかわかんないです。全く、そう、どこが、どの鍵盤がどうかわかんないよね。もうし、わかりま帰せん？ろやめよう。どうせわかんない、考えても。ああ。うなんか書いん。てあるよね。ちょっと読めないですね。そぐの？そぐの ちょっとこれノーヒントでやれと。まずそう。あ、そ、何の音あれ？いい。その6分の8って何？ 8 分の6って何？約分すればいいんじゃ100分じゃないの？ 4 分の 3？ 4分の3にすればいいんじゃないの？ 4 分の3か。約分すればいいんだよ。なる約ほど分。ね。4分の 3！ 最初からじゃあそうかけようって。そうなんだで約分な。させんの、ここで。ねえ、ひどい。8分の 6？ その一番左の音符が何かもわかんないからね、俺。そうね。あれ、一番下の線の下がどうだっけ？なんかいや、違くない？2段目のこれがどうじゃない？ 2 個目。2個目の、マスの中、マスというか、線じゃない方？え？は？線じゃない、線に重なってないのがどう？それともこれ、これがどうじゃないって俺は思うよ。2線個に目。重なってるのうどう？ん。そう？マジで？重なってたっけ、線に。いや、これ、だって最後に音符読んだのなんて中学校ぐらいじゃないの？まあ。で、結局、じゃあ一番左の音符は何ですか？ド、レ、ミ、ファになるよ、そしたら。ほんまか？ そうなると、じゃあ今度こっちでファ、ド、レってなるけど。これ絶対音感じゃないとさ、押してもそれが何の音かわかんないよ。あ、親切。ちゃんとあんじゃん。もっともっと上だよ、もっ全と上然だよ。上じゃん。お、どうだ？これどうだよね？お、余裕じゃん。余裕じゃん、これ。何のパズルもなってないよ、これ。聞きてえな。確かにな。ちゃんと聞きちゃてえんとな。ね。1番目から聞きてえな、ちゃんうん。と。これ何のパズルにもなってないけど。散々あーだこうだ今まで言ってたのに。親切？違う、これもしかして一発で。一発でやれってことだよ、これ。そうだよ、こんな。できとるね。聞きたかったな。できとるね。何？この一手間何？鉄格子いっぱいありましたよ。このマークだね。なるほど。あれ？あれ？2階に相手もあんぞ。あ、ここドミトレですか。これもドミトの鍵屋で。あれ、武器庫だぜ。おやおやおや。そうか、さっきはマップ手に入れてなかったから分かんなかったのか。映ってなかったんだ。じゃあまず2階に上がろう。で、多分道中で交戦するだろう。いやー、全く音符分かんなかったあな。れ、2階にまだアイテムがあるぞ。2階はあれじゃないですか。鉄格子の鍵を開けるための。違うな。違うか。確かにアイテムあるね。アイテムあるな。くまなく探して。探ししましょほら。う。あ、これ。おや、キーピックだね。ああ、じゃあま持たっ後てで。ねえな。うん。く分かんなかったね。声、どっか。うん、びっくりした、びっくりした。逃げて。逃げて、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 逃げて。はいはい。待ってないよ。待ってない。ぐるっと行こう、ぐるっぐるっと。ていけるぐるっと行か。けるな。まず見よう、まず見よう。おや？飛んでこねえよな。大丈夫だな。早い早い。早いね。よし。で、来てる来てピアる来ノ、てる来てる。そうね、ピアノでぐるっとしよう。この辺でぐるっとしよえ？う。え？そこの扉。あ、そっか、ここから行けんのか。なるほどね。で、上上がればいいしょ。おお、なるほどね。助かぬ。助かぬ。で、こちらですね。そうだはいね。はいはい。はいはいはい。そう、結構かかるぜ。お、なんだ？ん？早い。違う。娘だ。そうだ。
顔を拝んでおこうか。近い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 。ちょっと待って、全然把握してない、周りを把握できない。あの手がね、手が邪魔やね。会いたかったよ、俺も。はい、会いたかったよ。そうね、できれば金髪霊気、そうか、霊気どうすればいい。開けるところある。あ、これか。なるほど、天井が開いた。なるほど、ってことはもう倒せるパターンか。よしよし、隠れた。何やるな。よし、いけるいけるいける。よし、いけいけいけ、いいよ、当たってる。もしかして弾切れ。弾切れ、よし。で、多分シャッカーでいいんじゃない。そうね、そうだな。お、いいね。今取ったか取ったか取った。これ多分もう一回やるには時間かかるんでしょ、多分。これそうでもなかった。おせ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 、よし、いけ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 。てめえ、この野郎、まあ、立ち上がれ。オッケー。死にたくないし。あれ死んでる。あ、余裕じゃん。もっと顔見たかったね。全然見せてくんないじゃん。いや余裕だね。なんなら一人目が一番強かったよね。よし、なんだったんだろう。いやちょっと金髪の子が回収だ回収だ。よし、リロだリロだ。よしよしよし、もうねないんす。シャッカーもリロだ。あったか。余裕だったな。なんかすごく優しかったね今回は。冷却のためのこの部屋にはいっぱいアイテムがあったぜ。そうね、本棚の裏とかね。いやまさか冷却のレバーを何回もね、やれるなんて親切。なるほど、ではダメだ、全然見逃してんな。おやおや、そこか、合ってんのか。はい、換気の窓、換気の窓気をつけて。まあ、ボス戦の直後だからきっとしばらくは安全かもしれへんね。なんだろうねあれね、でかい。これ気になるわ、これ気になるわ。気をつけろ。うん、うん、ないな。これ気になるわ。壊すか。壊してなんか下に読めんじゃない、書いてあるんじゃない。おう、違うな、開けるっぽいな、なんかそれ、これか。そこ、あ、くべ、悪月っぽいな。くべる感じね。なんだこれ。暖房器具ですね、何かの。暖房器具か、暖炉的なやつなんじゃないかな。取ったら進んじゃうかな。進むな、うん。やめとくか。2個目か、これで。嫌だよ、その扉。これアトリエか。嫌だね。その扉やだよ。これ何、これ、骸骨みたい、ミイラみたいな。やだよ。勘弁してくれ。あ、でもこれ、この辺セクシーだよ、ほら。結構よく見るこれセクシーだよほら。でもやだよこれは。でもこの中央のこれが。やだよ。これがよ。やだよ。ちょっとね、いただけませんな。アトリエどうする？先にアトリエ行ってもいいと思うけどね。じゃあ行くか。はい。うわ。びっくりした。びっくりした。うわ、すごい。あれ綺麗。綺麗。あれ若い。あ、本当だ。つって向こうからぶち破っていくんでしょ本物が。私だーってありそうだからやだよね。いや本当にありそうだよね。 ありそうだよね。これもともとでっかい人なのこの人は。そうなんじゃない。そうか、もともとでっけえのか。怖えな、近づくのね。怖えな、本当に裏からさ飛び出てくるパターンだよねこれね。本物ね、ご本人登場ね。やだわ、バリーンってね。いや怖えな。いやこれはね綺麗ですよ、うん、文句ないけどさ。いいの、そんな近づいて。大丈夫。もしか上からバリーンってね、うん、目の前に降り立ってね、本物が。私だ、やめよやめよ、うん、すごいこれ。何これか、あ、時計塔的なものになってんのかね。穴開いてんだよな壁に。おしゃれだねこれはね。いやおしゃれだねこれね。これね、絵画のようにね、まるで絵画のように。これはこれでおしゃれだよね。いやおしゃれで、亀ね、ガメラじゃん。ワニガメ、ガメラと。ワニガメ、すんごいリアル。なんでガッてこっち向くかもしれない。生きてる、実は生きてるの。なぜ亀を置こうと。あれ上が登れんじゃん。いいねこういうの。なるほど、全体像見るための。あそこに棚がある。お、なんか今音聞こえませんでした、気のせい。俺は聞こえてないよ。じゃあ聞こえなかったことにしよう。棚あれ、あの辺ですか。そこら辺だね。
なるほど。うわ、おっかねえぜ。いや、怖い。ほんとご本人登場マジありえるからね。なくはねえんだよな。でもそんなギャグみたいなことしてくるからそれは空だぜ。そこはそうか。あ、壺壊せんじゃね。ほんとだよ。もう全部疑ってかかるよね。うん、いけないかな。あれ、回り込めんじゃね。そこから回り込める。そこ、おお、すごい。ああ、届かないか。惜しいけど、このくぼみがね、逆に気になるけどね。この金は、うん、なる細かい。園長、この亀は、うん、ダメか、硬いからな。亀は木彫りじゃない。あ、そうなのか。でもね、本物なわけないよねよく考えたらなんで本物なの。いやー、出てくか。え、切り裂くか。あ、なるほど、出てくかな。そうね、向こうから目合うんでしょ。あ、だけど、ディーナ、何すんなよーってね。私の絵に何すんなよーって。それは怒るわな。